遅いですね、藤川さん。もうレッスン時間のはずですが。連絡は来てないな。直人の方は？僕にも来ていないようです。何かあったのかな。僕はともかく、久慈川さんなら先輩にはすぐに連絡しそうなものですけど。電話してみようか。いえ、もう少しこのまま待ちましょう。ただでさえ忙しい彼女を練習に付き合わせているのは僕らの、いえ、僕の方ですから。それにしても未だに信じられませんよ。自分が芸能プロダクションに通ってこんな風にダンスレッスンだなんて。リセの業界復帰のためじゃなければ考えられなかったよ。 I Meet絆フェスティバル、通称絆フェスでしたか。僕らが出るのって結構大きなイベントですから、やはり当日はテレビカメラも来るようです。社交ダンスならなんとかなったんですが、この類は点でダメですね。異世界へ行って怪物と戦ってる方がよほど気が楽でしたよ。やっぱり超遅れちゃった、ごめんね。久慈川さん、よかった、何もなかったんですね。前の打ち合わせ終わんなくて。先輩も直人くんもかなり待った？大変だったな、お疲れ様。先輩優しい、なんか遅れて得しちゃった気分かも。仕方ないですよ、本番も近いし、久慈川さんはやることだらけでしょうから。それに僕らだけじゃなく、時間を見つけては稲葉市にいるメンバーにもレッスンしに行ってるらしいじゃないですか。せっかくみんなに参加してもらうんだし、最高のパフォーマンスしたいじゃない。こっちにいる先輩や直人くんだけじゃなく、稲葉のみんなとも連携取りたいっていうかさ。なのにフェスのプロデューサーがかなり厄介な人なの。さっきだって素人を使うから無駄なコストがかかるとか好きかって言ってくれちゃって、ほんと頭きちゃう。こうなったら意地でもちゃんとやりきってみんなの凄さを見せつけてやるんだから。まったく頭が下がりますよ。見上げたプロ意識だ。当たり前でしょ。ってことで直人くんも手抜きはなしだからね。さあ練習始めよう。よかった、3人とも揃ってるね。
のぞみたちも一緒じゃん。なんか久しぶり。なるかみくんに白金くん、邪魔してごめんね。あなたは藤川さんのマネージャーの。ちょっとだけ時間くれるかな。君たちに紹介しておきたい子たちがいるんだ。同じタクラプロから絆フェスに参加するアイドルユニットのメンバーなんだよ。中原のぞみ、上杉たまみ、宇島すもも、それと佐山智恵ちゃん、みんなリサちゃんの後輩なんだ。彼女たちテレビで見たことありますね。確かカナミンキッチンのメンバーの。そうそう、ナオトくんよく知ってるじゃん。そういえば4人だけ。カナミは、カナミちゃんは今度出すソロ写真集の PR 中だよ。最近カナミだけは働かせすぎだから、来ているお仕事を全部やらせればいいってものじゃないと思うな。手厳しいな、ともえちゃん。当たり前でしょ、もうすぐ絆フェスだもの。今でさえ練習時間が足りないってこと本当に分かっているのかしら。わかってるよ。あのイベントは大きな売り込みになるからね。ねえ、スモモも写真集のお仕事欲しいよ。可愛い水着とかいっぱい着たいもん。スモモちゃん、わかったから落ち着いて。そういう仕事が来たらやらせてあげるからね。ですね、藤川さんがいっぱいいるみたいだ。私そんなキャラかぶってる？なんか心外だな、先輩として。あ、いや、決してそういう意図ではなく。っていうか、この人が鳴神さん？なるかみゆうです、よろしく。わあ、よろしくって言った。余裕ありすぎじゃない？かっこよくて嫌な感じ。もうたまみまたやってるよ。ごめんね先輩、その子誰にでもすぐ絡んじゃうの。見てなさい、鳴神さん。次に会うとき、私はあなたよりずっと素敵な男子をいっぱい引き連れてくるわ。それこそ金魚のあれみたいに、もう後ろが見えないほどずらーっとね。ごめんなさいね、たまみちゃん、例え話はちょっと上手じゃないのよ。っていうか、なんであれなの？金魚の糞ってよくないの？
そうね、踏んでも別にアイドルのイメージは崩れないわよね。言い換えた分逆に強調されちゃってるし。うるさーい。もう待て。もうそんなこと何だばいよ。待ってアイドルのとこ。ダメじゃないか、みんな。レディはおしとやかにしなくちゃね。はじめまして、白金直人です。お目にかかれて光栄です。僕の顔しっかり覚えてくださいね。よろしくお願いします。はいはい、みんなそこまで。あまり素人さんたちを困らせないようにね。お構いなく、僕らは平気ですからね、先輩。まあ、少し驚いたけど。すまないね。でもこのくらい個性がなきゃこの世界では生きていけないんだ。分かってくれるよね。はい、そこまで。先輩たちもダメだよ。ちゃんと止めてあげないと。この子たちずっとこの調子なんだから。彼らってリセ先輩の何？なんかまだいっぱい来るんだよね。友達とは聞いてるけど、全員彼氏とか？違うっつーの。てか、そんなわけないでしょ。みんなはね、私の大事な人たち。かけがえのない大切な仲間なの。仲間ですか。素敵な響きね。でもまあ、鳴上先輩だけは私の特別だけどね。あー、そうなんだ。それはそれは。藤川さん、参ったな。まあ、リスちゃんだからいいけど。っていうか井上さん、もうみんなの紹介終わったでしょ。私たちちゃんとレッスンしなきゃなんだから。そうだね。それじゃあそろそろおいとましようかな。みんなは夕方の取材まで一旦休憩しようか。楽屋にいてくれれば呼びに行くから。そうだ、キズナフェスのテレビ CM 今日から流れるよ。みんなに連絡してあげるといいよ。全国枠だから稲葉市でも見られるんじゃないかな。そっか、わかった。ありがとう井上さん。テレビ CM、 この前撮ったやつですよね。僕ら本当にテレビに出てしまうんだ。今さら実感しちゃった？そうだよ、全国にみんなの顔が流れちゃうの。ナオト君ももう後には引けないんだからね。
念してくださいよ、そういう言い方。 CM の方、後でみんなにメールしとくね。とりあえず練習始めましょう。ああ、連絡しなくてもみんなきっと見てるさ。そうですね。こんなお祭り騒ぎをあの人たちが放っておくとは思いませんから。世界に熱いダンスパフォーマンスと歌声を響かせよう。豪華出演陣に加えてとびきり旬なスペシャルゲストも多数参戦。実力派小悪魔アイドル藤川理生、食肉系アイドルユニット真下かなみ&かなみんキッチン、アイミーツキズナフェスティバルで熱い絆を確かめ合いましょう。私たちをおいしく練習。あ、いた。どこどこ？ここ？ん？ああ。うわ！